まあまあ、でも、まあ景色いいね、これ。すげえいいじゃん。海の上でさ、潮風ね、食らいながらいい感じじゃない？ああ、いいね。気持ちいい。しかも空いてるから、もうなおのこと気持ちいいね、これ。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。あいやあいやですね。まあでも大したことなくてよかったね。被害が、東京街道乗れないんだよ、地下鉄だから。出会えない。ライブ、まあまあライブは、ライブはもうまあまあ当たるもんだから。あれ、帰るな家に。何をしてるんだ、働け。ライブごときでサボりやがって。やばいな、このこっちの町とこっちの町をつなげてるのが1本しかないから。めちゃくちゃ混んでます。これ地下通そうで、地下普通にさ、地下道とかって最近最後使ったのあれじゃない？孤島開発から使ってなくない？地下道とかっていう機能を使います。たまにはこうやってね、ほら、ここの土地使えないけど使えてるみたいな。でもそんな変わんないか、これこれそんな変わんないな。あとどこかな、ここからこっち、あ、いや、ここからこっちもあんま意味ないな。あ、ちょっと分散したんじゃない、この地下道のおかげで。結構通ってね、ほら。まあいいね、いいね。で、また需要が伸びてきていますが、しかしまた商業と産業ばっかりですなんでなんでこんなに商業と産業ばっかり伸びるんだ、不思議だね。また電気どっかやられてね、大丈夫、それは大丈夫。これなんでだ、まあしょうがないか。商業は確かに低密度しか建ててないから、すぐにまた必要になっちゃうのは分かるんだけど、オフィスで落としきれないの何なんだろうな。とにかくでも住宅を建てていかないと人が住まないから、ここはしっかりやっていきたいところ、踏ん張りどころです、このゲームの。よし、需要も落ち着いたな。またオフィスのランクが、あー、なるほどね、それはそうかもしれない。オフィスのランク低い可能性あります。でも2なんだよね。公共サービスでカバーする必要があるらしい。公共サービスか。あー、確かにさ、この辺消防署とかさ建ててなくない、病院とか。すごいわ、市民的確だわ。公共サービスが足りないって言ってたもん、的確でしたお、消防署とか絶対必要でしょこれ。よーし、大にっこり。警察は、警察はまあまあまあだけど、まあまあまあで一応立てとくか。たまには立てないって感じもするよね。いつも大丈夫大丈夫で立ててないから。あ、隕石来た。 6.3 どこだ、あ、ここだ、大丈夫大丈夫。なんか混んでるな。この渋滞を解消してやらないと多分街は発展しない気がします。こっからここに下ろします。これで多分こっから上半分のやつらはこっちに流れるから、なんとなくうまいこといくと思うな。あとここ交差点が多いな、交差点が、まあ、山の関係でこうなっちゃったんだろうけど。さあ、こっちの方はランク上がりましたか。上がりきらないな。公共サービス、いや公共サービスたくさんあるんだけどな。ヨガかな、ヨガだろお前欲しいの、わかるぞ俺は。ヨガしたいんだろ、仕事中ほどヨガしたいもんな。家に帰ったらやりたいと思わないけど、ヨガしたいもんな。いいぞ、くれてやらヨガを。みんなでやろうヨガ、みんなでやろうヨガファイヤー。最初の5文字が出ないから俳句になりませんでした。でもいい街じゃない、ほら病院の前にヨガ来い。うわ、ぽい、ここほら街っぽい、こういう街あるよ。これあれで、みんな Wii Fit トレーナー養成学校だからね。最後はみんな Wii Fit トレーナーになるから、ほら全員、この人たち全員が一人一人が Wii Fit トレーナーになって君たちの家に行くんだよ。あれ知ってる？ Wii Fit ってこうやるじゃん、
あれに出てくる先生はみんな一人一人違う先生だからね。完全にマンツーマンで教えてるから、中に人入ってて、小さいおじさんみたいなの入ってて、だからここで養成した人たちがみんなのご家庭に、そうこうやって育てて出荷してます。任天堂さんも言ってた、任天堂の知り合いが言ってた。よし、あと使える土地はここ以上以上、ここしかないです。もう終わりかもしれないもう発展する土地ないぞ。いやーすごい、これ多分あれじゃない、世界一長い直線道路じゃない、ほら名物世界一長い直線道路。やっぱこっちの方が長そう、こっちの方が長いわ。じゃあ日本一ぐらいにとどめとこうかな。いいねあ、いいね、意外や意外綺麗じゃないこれ、ほらドリルみたいでいいじゃん。これ上からの、こっち側からの力に強いからね、トラスコーソこっちからの力に強いんで、うちの町。いやーでもこれ商業何万マスとかさ、そろそろ達成したんじゃねってぐらい俺商業立ててる気がする最近。これワンチャン地下マックスあるぞ。じゃじゃん、一回見てみようか、あれ置けるか。あれあれもう建てられるようになったか、これもしかしてもう建てられるのでは、いつも建てられなかったやつ。いや違うわ、2万マスだからダメだ、まだ8000マスだって、エンドコンテンツすぎるだろ。いいよもうあれ使わねえよ、あんなん使わない、使ってやらない。あれ進んでるこれっていうか、えブルーバードヘビーなんか3456、まあ多分123456 6機全部中止になっちゃってます。これ多分災害のせいだね。ブルーバードヘビー号じゃないよこれは、東京オリエンタルランドワールドだ、これ東京オリエンタルワールドが提供するから、アンドテンガこれテンガの会社も、テンガは本当にロケット作ってるからね、出資してるから。東京オリエンタルワールドとテンガがあのタッグを組んで作ったロケットです。これ多分これは打ち上げ成功するはず、東京オリエンタルワールドテンガ。あんだけ頑張ったんだ、多分打ち上がるさ。ちょっと待って、ここもったいないなこの土地すんげえもったいないんですけど、もうここの無駄を許容するほど俺は甘かねえぜ、俺は甘かねえぜ。6万2000人か、6万2000人かこの辺で8枚いってくんねえとやばいんだよな、残りはここしかないから。いや本気出せばまだ開発する土地ある説あります。ちょっと待って、すげえ渋滞してる、どこまで、すごくないこれ、これ実際の距離だったら何キロなんだろう。北海道のここから青森越えたぐらい、やばくないこの辺まで渋滞してるわ、なんか4日ぐらいかかりそう実際だったら。っていうことはここの折り口をなんとかしてあげなきゃいけないんですね。でもみんな北海道に行きたがってんだよな。これ折り口ここにもつけてあげるかね、そうすれば分散するでしょう。で直角曲がりが良かったかどうかわかんないけど、あれここまだ一般道じゃね、まあいいか、いや良くないか、信号できちゃってるもんなこれな、信号できてないや。こうすればちょっと分散する気がする。いやすごいね、この辺とか景色も全然変わんなくて辛いだろうな。ほらやばくないやばくないこれ絶望だよこれ、まだ北海道上陸したばっかりで、これうわやべえ、これは反則すぎる、向こうから並ばずにここで入る、反則すぎる、ある意味もうワープだ。うわすごい、伸びてる伸びてるもう少しで仙台までたどり着くぞ、渋滞が、渋滞の距離で今戦ってんじゃねえんだよな、これどうするかな。まあでもこっち使われるようになるでしょ、ほらなんかほらうまいこと使われるようになってるわ、高速で降りてビューみたいな感じもあるから、
多少良くなっていくんじゃねえかなとは思うんだけど、あ、良くなってきてない？ほら縮んできてる、縮んできてる。ただ本当はこっちの方にも行く高速道路が欲しいんだろうな。任せにしたい。両サイドから出すような形にしたらちょっとアホかな。いやでもそれぐらいの方がいいな。多少アホぐらいの方が効く渋滞には。これ俺が今までシティスカやってきて学んだこと、ちょっとアホなぐらいの方が効く。ほらこれでしょ。ほらちょっと心臓の血管みたいだけど、血管っていうか神経みたいな感じだけど、これ多分効くと思います。時期に使われるようになる。もう並んじゃってる、もう出発しちゃってる車は使わないけど、これから使われるようになるから。あ、来た、第一村人発見。あ、もう第一も第二もたくさんいるわ。さあこいつはどこに行くんだ、行き先。どの道で行くか分かんないからちょっと見に行くか。まあまあ、でも、まあ、景色いいね、これ。すげえいいじゃん。海の上でさ、潮風ね、食らいながら、いい感じじゃない。ああ、いいね。気持ちいい。しかも空いてるから、もうなおのこと気持ちいいね、これ。いや、いい道だ。ここで降りるかな？降りるな。いや、いいじゃん、いいじゃん。これで降りる側は問題なくなったな。街もいい感じだし、ほらすげえいい感じだこれもういいなぁ。ということで最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。